の人をチェック、メレンゲ探偵団。ボクシング界の亀田三兄弟のように空手界にも出ました。その名も天才少年空手家安保三兄弟。長男浩輝14歳、次男武器屋11歳、三男陸9歳。3人揃ってあらゆるタイトルを獲得、さらに世界大会でも好成績を収めているんです。中でも三男の陸くん、7歳の部で世界チャンピオンに。夢は K-1 選手。そんな安保三兄弟の素顔に迫ります。 This is 姫路城。さあ、天才空手兄弟安保兄弟に会いに姫路にやってきました。早速会いに行きました。じゃあ、ライということで、早速兄弟が練習をしているという公園へ。すると、あれじゃないですか、あれじゃない、いや、同じね、黒い T シャツ着て腕立てやってる。違う、腕立てってか拳で剣でコンクリートの人した。こんにちは、はい、アンパさんですよね、はい、あ、お父さんですか。あ、お父さん、これ今何話してるんですか。剣立て、剣立て、はい、剣を、いや、剣を鍛えるだって痛いでしょ。ちょっと見せて見せて、ちょっとどうなんの、水筒。あ、剣立てすると習字、絵の具、血が出てくんのや。すごいな、剣立てって。ちょっと自己紹介してくれる。アンボコウキです。オスオスアンボルキアです。はい、小学校5年生です。アンボリクです。小学校3年生です。そうですか。で、いつもあの剣立てやって、この後ろの階段上がったり下がったりするように練習なんですけど。練習？安保三兄弟、この急な階段をダッシュして基礎体力を鍛えているとか。プールするんですよ。嬉しいの。対戦できて嬉しいの。ダッシュやりますか。ということで、モンキーキーも階段特訓に挑戦です。よーい、ドン。帰らせてもらうわ。新幹線なんともないですか。みんななんともないの。ちょっとしんどい。さあ、そして次のトレーニングはご自宅ということで、家の中へ。すると、リビング、はい、武者さん、こっち。なんすか、この通り見た数。みんな、子供たちが。これ全部で何個あります ?111 個ですか。111、ゾロ目。カープリット変動、はい、自宅のリビングには、今まで獲得したトロフィーや表彰状、記念の写真がずらり。そして、こんなものも。あ、なんか見てますよ、奥で。何のポスター、これ。マサト。マサトや。マサト好きな。好き。これ誰がマサト好きなの。お母さん。あ、お母さんかよ。ルックスやな、それな。だから一応この三面鏡の隣。あ、三面鏡でこうやってマサトって言いながらね、はい、お父さんジェラシーないですか。ないですね。ないですか、はい、こいつらが倒してくれるみたいです。あ、いいこと言うた。お父さん、お母さんの憧れを倒そうな。誰が一番最初行く。あ、手あげんのか。お前はあの野望があるもんな。あ、な、何野望は。アクションスター。あ、そうか。あ、君はまたでかいね、ハリウッドでな。すごいすごい、頑張ろうぜ。さあ、トレーニング再開。防音マットをしたこちらの部屋が練習場になっています。まずは柔軟体操から拝見。うわっ、すごいなぁ。柔らか三兄弟やね。柔らか三兄弟、ピタッとついてました。そしてさらに、うわ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 、バレリーナよ。痛くないか。笑ってる。笑っちゃってるよ。もう姫
厳しい柔軟も楽々と笑顔でこなす3兄弟。さあ、そして続いてはバットを使った体の訓練とディフェンスの練習です。長男幸喜くんとお父さんの組手を拝見。ちょっとやるんやったらこういうの言ってください最近。ちょっと俺見たらあかんもん見たから俺。お父さんつけてないでしょ何にも。でもビットちゃいますよね。ボディビットみたいな。ボディミットみたいな感じ。ボディミット言うてる場合ちゃいますよ。ミットミット。そんなお父さん、なんと空手は全くの未経験者。息子さん相手に体に青あざが消える日が全然ないんだとか。さあ、モンキッキーもミットを持ってその威力を体験してみましょう。はい、よし。諦めました。いや、やりません。僕は見る方で。だからもっとすごい技とかあったらちょっと見せてください。はい、今から、はい、ちょうど道場があるんで。道場、はい、あ、ここは道場じゃないんですか。これは家の練習で、家はもう家でどんだけ練習してきたかっていうことを道場で披露。あ、道場で披露するんで。あ、道場があるんですか。じゃあ、はい、そっちの方に、はいはい、今から行きます。はい、お願いします、はいはい、ということで道場へ向かうことに。この車、でっかい車ですね。はい、遠征カーです。遠征か、これで遠征に行くと、はい、試合に行ってやっぱお金かかるんで、この中で寝たりとかして。十分寝れますもんね。そうですね。なんか装備ついてるんですか。はい、一応まあ、試合に行きながら、DVD とか、試合の DVD とか。おお、試合の DVD、はい、自分たちの、はい、あと、まあ、この子ジャッキー・チェンが好きやから、ジャッキー・チェンの DVD とか、ジャッキー・チェンか、ブルース・リーの DVD とか。へえ、見て、はい、イメージトレーニングしながら。そうですね。三男リックンはジャッキーチェンの大ファンで、水拳に出ているトレーニング法を取り入れているんだとか。それがこちらのシーンです。すっごい、これリックンできるんでしょうか。でも早速やってもらえますか。どうやってるのか、はい、あ、それお父さんでやるんですか。確かに。はい、1、うわ、2、3。いやこんな感じで。これあなたもすごいけど、あなたもすごい。この今のが技は共同作業ですか。そうですね。さあ、そしていよいよ道場へ移動。天才空手兄弟安保三兄弟がやってきたのは極真会館中村道場。練習後3人に凄技を見せてもらうことに。まずはリック、かかと落としていたわり。もうちょっとこっちを、こっちを。怖いなこれ。しっかり声出して。うわ、怖。失敗してもいいから大丈夫。失敗したらダメですよお父さん。それちゃんと言うときください。おお。スローでもう一度。うわ、お見事。おっし。おす、無事です。すごい衝撃やな。でも次すごいな。続いてリッキー君、胴回し回転蹴りで板割りです。大体角度合わせてね。 OK、 OK、 おーい、1回転しながらの蹴り。
見事。ちょうど半分。破片が当たりました。長男コウキ君、下段回し蹴りでバット折り。大人でも難しいというバット折り、成功できるんでしょうか。えい、長男コウキ君、下段回し蹴りでバット折り、成功できるんでしょうか。えい、ほら、失礼でしょ。すごい、できちゃいました。とてつもない破壊力です。すごいな。痛くないの。押す。押す。押す。痛くないの。押す。痛いの。押す。両方押す。あの、せっかくだからやってみましょうか。やりなさい。やりたい人がやりなさい。え、僕でもできそうやな。でも今のやったら、ここ細いとこでいいんでしょ。ちょっとじゃあ、よっしゃ、ちょっと行ったろ。何を勘違いしたのかも聞き、バット折りにチャレンジです。果たして。これは絶対。はい、よいしょ。